本日、東京地方裁判所に、住民訴訟を、提起しました。事業用定期借地権設定契約で定められた、借地権の、価格、対価の設定が、時価と比較して、著しく、低い。原告らが依頼した、不動産鑑定士による、不動産調査報告書に基づけば、正当な賃料総合計は447億4500万円になるはず。行政の違法性として皆さんはなかなかありえないんじゃないかというところですけれども、実際渋谷区で起こっているのは、こういうようなありもしない計画で、契約と議決をやっているということです。やはり私はこれを止めていくか、またはこの代金をきちっと支払っていただくか、そういう形できちっと裁判の中で決着をつけていきたいと思っています。まあ、商業施設はまだ分かるんですよ。商業施設できた後、一応渋谷区民もそこで買い物したりする可能性ってあると思うんですけど、でホテルができて渋谷区民泊まると思います？でそういったものを一応公園の跡地であった宮下公園に作ること自体が行政のやることなのか、やっぱ保育園だとかそういう区民が使う可能性のある施設とは全く違うというところも、まあ、これは行政訴訟にの中身に馴染むかどうかは別ですけど、個人的にそんなホテルをなんで渋谷区民のお金 で渋谷区民が使わない施設を作るのかっていうのも私はおかしいと思ってます。大きい視点から言うと、その PPP っていう手法、民間活力の活用っていう手法がいろんなところで広がっていて、税金から持ち出さずに公有地をの利用度を高めて、事業者にお金を出させて、大きいもの箱物を作るっていうような手法がどんどん広がってるんですけれども、税金からお金が出てないからいいじゃないかっていうふうになりがちなんですけれども、その中で議会に対しても情報が開示されない、ましてや一般の区民にとっては、何が何だかよくわからないっていうもとで、事業者が、法外な利益を、得ていると、実質的には公有地の大安売りをしていると、そういうことが行われる、危険が非常に今いろんなところで大きくなっているわけですね。民間活力事業 PPP などをちゃんと、区民の、住民の不利益にならないように進めるためには、行政としては相当しっかりとした情報開示を行って、議会や住民に対する情報公開の下でしっかりとした交渉を行ってっていうことでなければ、住民に損害を与えてしまうという危険が必ずそういう事業には潜んでいるというふうに思うんです。